お二人はこの番組始まっていろんなメールに答えてるじゃないですか、うん、答えてきましたね、はい、散々もうね260通になります。えあそうなの、はい、そんなに答えた、そんなに答えてるんですよ。およく答えたね、はい、でもう視聴者の皆さんもお二人を頼りにしてると思うんですよ。そうでしょうね。なのに、うん、生意気にも他で相談を受けてる奴らがいるんですよ。いや、おい、それ聞き捨てならねえな。聞き捨てならねえ。俺たち以外に何相談受けてる奴がいんのか。これ相談受ける番組じゃねえし。何様のつもりなんだよお前。そうなんですよ。何様のつもりでお前らそんな人の相談受けてるの。誰かお前らは人の相談受けられるような立場なのかって。誰かも分からずに噛みつくの。いるんですよ、そういう奴らがいるんですよ。チョコ材な奴らだな。クールポコみたいになってますけども。まあ。やっちまったな。なんで水臭いじゃないかと。水臭いってなんだろう。この二人を差し置いて誰に相談してんだと。まずは太田上田だろと。それはそうだ。いやそんなことないと思うよ、はい、私思ったんですよ。一旦お二人にこの相談をぶつけてみて、うん、でお二人だってこういう回答ができるぞっていうのを見せつけてやろうと。だからお二人に答えてもらおうと思ってそちらに用意しました、うんうん、はい、うん、まあまだ、いやもうまだっていう言い方もあれだけど、はい、まあ IKKO さんね、はい、まあまあ俺たちいや IKKO さんもちゃんとすごい相談乗ってらっしゃると思うけどもね、うん、まあまあこれもまあ旬だね、ローランドの、ね、はい、ローランドに聞きたいけど分かるわ、はい、お恐れ多すぎる。北中健三さん、この人長いよ。そうですね、シュープレだろ。プレーボーイでもさ、昔ホットドッグとかでも、ね、80年代とかにこの人は何の参考にもなんないからね、この人のやつ。ソープ行け、ソープソープ行けばいいんだ。そうなんですよ、全部ソープ行けで終わりだ。いるけど確かに、うん、そうなんですけれども、いやいや恐れ多いよ。そんな、そら我々なんかにそっち行ってください。我々じゃ何も受け答えできませんって話よ。でもセカンドオピニオンみたいな人セカンドやっぱりそのあ、そ聞いたことないよ、人生相談のセカンドオピニオン。これはな、一光さんがなんか雑誌かなんかで人生相談なさってて、そこに行ったお悩みと同じ、ね、はい、いやてか何人に言ったのを勝手にパクってきた。いやだから俺を通してから行けってことですよ。違うこの人だって IKKO さんに聞きたいんだろ。まあまあそうなんですけど、ね、俺たちに聞きたいわけじゃないだろ。でもそのメールの誤作動っていうか、メールそんなんで来ないだろここはな。シュッて指輪に配達ミス、配達ミスですね。今回勝手にお悩みを拝借するのはこちらのお悩み相談会のレジェンドたち。じゃあ行くよピーちゃん、二十歳ミミ。IKKO さんがテレビで、私まだ整形だけはしていないのよとおっしゃっていましたが、整形についてどう思いますか、賛成ですか反対ですか。ああなるほどね。整形って要は化粧の期間を長くするようなもんでしょ。もう落とさない化粧っていうか、まあそうだよね、例えばね、老眼のレーシックみたいなのあるじゃない。ああそれもなんかあんのよ、裏からなんか入れるんだって、輪っかみたいなの。そうするとこうするとほらちょっと焦点絞れるじゃん、老眼とかも。ああ確かに。なんかそういうのがあるんだって、老眼のレーシックみたいな。それも要は整形みたいなもんじゃない。牛の鼻はあれは何が。あれはちゃんと人間が飼いやすいようにとかそういうことだから、便宜上だから。あそういうことは、うん、その辺の見分けがちょっとよくつくだろうよ。そんなやつが B 語ってんじゃねえ。あれ何、鼻ピだと思ってたの、牛の。おしゃれでやってる、ね、おしゃれじゃねえ。だから俺別にただ期間が長くなるだけだと思うんだけどね、あの整形ってメイクの時間が長くなるだけっていうか、いう気はするんだけどな、うん、俺だから別にいいな。賛成か反対か、だから賛成ってことだよね。うん、別に反対ではない。ただ僕はやっぱりその程度にもよりますよ皆さん、やっぱりね。それはミミさんね、いわゆるあなたはそれでもう本当に美しいですよ。いや知らねえじゃねえか、見てねえだろ。必ずこの二十歳ぐらいの年頃の女の子って太ったりなんだって言っても、うん、大抵太ってないじゃないですか。そうそう、うん、でもなんかここは気になる。一個やり始めると整形って次、はいはい、整形がやめられなくなっちゃったっていう特集を結構ゴールデンの番組とかでたまに見るんですよ、うんうん、そうするとずっと何十回何百回ですよ、うん、そうすると元が分かんなくなっちゃって、最終的にはなんか全く別人になってしまった人の話もありますよね。じゃあ全く別になっちゃったらね、だからそれはやっぱりね程度による、うん、つまり程度がどんだけ
何うまいこと言ったみたいな空気出してどこで手応え感じてんだよどうだみたいな顔してるけどなもうこれ以上はありません終了してたみたい言うタイミングだけ待ってたでも基本的には俺もそう思うのいや別にね整形したいっていう人っていやいやもう自前が一番可愛いじゃんって本当そうですよ俺は本当に思う、うん、だから俺よく言うのはね君には微笑みっていう最高のメイクがあるじゃないかとこれちょっと使っといてくれるか一行はなんて答えたの あ聞きますか一行さんの回答もあんの一行さんの答え、はい、こちらでございます僕なんか答えじゃないだろうぞ一行なんて一行なんてって言い方あるかよメスを入れる整形は怖いから嫌よ私痛いのって大嫌いなのよ、うん、自分の顔を好きになる努力をする方が大切、うん、まあまあ時にはメイクの力を借りて努力をすれば整形なんてしなくてもきっといつでも極上の美しい女の子でいられるわまあまあ無難な答えだなおまあだから最初の2行がいらないよねメスを入れる整形は怖いからいやいや私痛いのって大嫌いなのようんそこはどうでもええわなそ, ね、それに関してご自身の話ですこれなんで最後巴投げとか言わなかったんですか言わなかったんですやっぱり投げない方がいいんでしょうね、うん、やっぱりねじゃあ次行くかはいじゃあローランド行く、うん、23歳サッカー女子年中日焼けで真っ黒なんです電車に乗った時とか普段の生活でよく二度見をされますどうすればいいですか日焼け止め塗れでもほらサッカー女子だからね、ね、ずっとグラウンドでいるわけだよね、はい、でも別に日焼けしてる女性好きだけどねいいですよ小麦色のってね昔はよくトーストギャルなんて言ったもんですよもう夏目雅子さんの最初ね金子とかデビューの時いやもうトーストギャル未だに好きですよやっぱアスリートは日焼けしてた方がまあまあいいですよね一生懸命やってるねサッカーならサッカーをね、うんうんうん、で特にほら海外セレブとかってさ焼いてなんぼみたいな感じあるじゃん。あ、そうなの。だから例えばじゃあ夏休みとかバカンスにだから日焼けしてないと欧米人って結構バカにされたりする。ああなんだ旅行に行く余裕もないんだって。そうなの。一個なんかそのステータスの一つとしてね、うん、いかに夏日焼けをしたかっていうのがセレブの売りの一つだったりする国もあるらしいのね。でそういう意味では別にね、うわ君すんげえセレブじゃんっていうさ、こんだけ焼けてたら。うんどうせだったらもう極めたらもっと黒くもっと黒くして最終的にも誰にも見つかんないぐらいの嫌だそれ求めてないよ漆黒本人も漆黒になって穴が開いてるなみたいな感じで人型の穴が開いてるけどみたいな感じにする、うん、そこまでも極めちゃうそこまではならないここよっつってももう暗い分かるよ絶対に、ね、でも絶対に洋服は着てますよ ねそうだよな全裸じゃなきゃいけなくなって透明人間みたいな洋服だけがなんか吊るされてんのかなわかるいやいやもう慣れれば分かるの洋服が着たあいつって分かるそうそう服だけ来るつもんねどんどんどこまで行けるかっつうのは、うん、とことんまで若いんだからとことんまで日焼けしろととことんまで日焼けしてさ、うんうん、やればいいんじゃないかなはいローランドさんの回答こちらです男性は割合として色白好きが多いと思ううん、でもそれは二流の男俺クラスになると太陽みたいな存在だから目の前の女性は必然的に日焼けするんですよ女の子が色白な時点でその男考えた方がいいよ何ローランド何言ってるのなんでお前の前で日焼けすんだよどういうことなんだよおうよくこれで相談しようと思ったいやこっちの答えもひどいよ、まあ、ピーチャーの答えの方がひどいけどなひどいけどローランドもこれひどくねえか自分のことしか言ってない自分のネタの踏み台ですもんね